こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のこちらです。ベイブレードバーストスクリュートライデント 8BWD です。こちらはランダムレイヤーボリューム8の確かレアベイだったやつですよね。それがブースターになって発売されたと。ではまずはパッケージから見ていきます。パッケージはこんな感じになっています。あ、こちらにですね、ゴッドアビリティのドライブアシストっていうのを書いてますね。相手の攻撃を自分の回転力に変えて持久力をアシストする。あ、それでドライブアシスト、こんな感じの能力があるそうです。そして後ろがこんな感じになってます。でですね、こちら新パーツのドライバーウェッジです。でですね、こちらちょっと知らなかったんですけど、青い常夏くん、この青い常夏くんはですね、青いバルト、主人公の青いバルトの弟だそうですね。うん、なんか似てますね。ということでちょっと開けていきます。このベイロガンに入れるやつですね。これかっこいいですね。おー、こんな感じで入っていました。まずはシールです。こんな感じになってます。今回もこの広告が入っていました。なるほど、おすすめ改造ですね。そして3月新シリーズスタート決定、新たなバトルが始まる、続報を待て、ということでこんな感じのベイが次出るんですね。こちらがレイヤーのスクリュートライデントです。こんな感じになっています。これ結構ね、肉厚っていうんですかね、分厚いんですよね。そしてレイヤー自体は重いと思います。で、裏はこんな感じです。こちらがランダムレイヤーで当てた方なんですけど、ちょっと比べてみると若干ここが違うんすね。こっち黄色のクリアだったんですけど、これ透明になりましたね。うん、あとは似たような感じですね。ではちょっとこちら読んでみます。スクリュートライデント、三つ股の槍、トライデントモチーフ、外周の刃がラバーで斜めにつながっていることで外からの衝撃を回転する方向に変えることができるスタミナタイプのゴッドレイヤーだそうです。こうなんですよ、ちょっと柔らかいっていうんですかね、動くのは知ってるんですけど、相手の攻撃を自分の回転力に変えて持久力をアシストする。いやいやいや、そんなんで回転力加わるの？え？やたらゴムの部分がね、一応進行方向向きにこう角度がついてるだけで持久力をアシストする？ちょっと盛りすぎ。そしてこちらがディスクの8になります。そしてこちらがフレームのバンプになります。で、こちらのバンプ、コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツ、防御に特化した16枚の超連打場でディフェンス性能がアップ。このバンプは優秀だと思います。取り付けるとこんな感じになります。で、最後はこちらのドライバーのニードルです。まあ、こんな感じになってます。すごい、これメタルっすよ。ではこちらのウェッジ、読んでみます。尖ったメタル素材の軸先がブレない中心軸を生み出すスタミナ系ドライバーだそうです。もういかにもスタミナありそうっすもんね。そうそう。で、あとですね、ランダムレイヤーのスクリュートライデントはここのゴッドチップすごく外れやすかったんです。もう手でこうやってカチャッとするだけでもう外れるぐらいもう柔らかかったんですよね。なのでこれ改善されてるんですかね。まあ、天下の宝トミーさんなんできっとね、改善はされてる。してる。まあ、しっかりとゴッドチップの方は改善されてます。うん、結構硬いです。さすが宝トミーさん。シール貼れました。こんな感じになります。そしてこちらがランダムレイヤーのものになります。まあ、こんな感じです。では取り付けてみます。ロックの硬さは、どちらかというと柔らかめっていうかね、まあ結構柔らかめです。ではですね、いろんなベイと対戦してみたいと思います。ではまずは単体で回してみます。このウェッジがどんな動きですかね。ではいきます。あ、でも結構ブレますね、これ。え？こんなにブレるの？では、斜めシュートしてみます。なんかカクカクと動きますね。ではですね、まずは兄弟対決でいってみます。ストライクゴッドバルキリー。ドライバーはアルティメットドライバー使ってます。まずはスクリュートライデントから。そして
お兄ちゃんの方が強い？ではいきます。そして、あ、失敗した。ちょっと失敗したけど、あー、次は新旧対決でいってみたいと思います。トライデントヘビークローです。ではまずはスクリュートライデントから、そしてトライデント、あ、え、ではもう一度、そしてトライデント、します。そしてスクリュートライデント、もう一個決めるときはすごい。おー、いかに返した、いい勝負。では今度はツインネメシスと対決してみます。ドライバーはジャギ取り付けてます。ではスクリュートライデントから、そしてツインネメシス、持久力勝負になったらもうね、多分スクリュートライデントの方がまあ圧勝でしょうね。持久力ならウェッジね、持久力ありそうですもんね。ん？ちょっと待って、あ、え、マジ？ツインネメシスからいきます。そしてスクリュートライデントお願い勝ってスクリュートライデント勝って、あー、でスクリュートライデント、このシュートミスだったら勝てるでしょ。では今度はスプリガンレクイエムと対決してみます。攻撃モードにしています。いきます。そしてスプリガンレクイエム、あら、じゃあ、防御モードで、そしてありゃー勝てないっすね。アタックモードでもう一度、そしてマジか、いいとこ見せたい。しっかりと持久力で勝つところ見ていただきたいんですよね。どうしよう、いやこれ強いけど、でも逃げ切りは勝てるんで。ではですね、最後にビートククルカンのデフォルトです。いいように見えるようにシュートして勝ちたいと思いますそうしよう、勝ってやる。でビートククルカン、外回っといて、よし、外しっかり外回って、当たらないで、よし、あーあー全部出しよった。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのスクリュートライデンと 8BWD を紹介してみました。まあ、対戦した米がみんな強い米とばっかりだったので、ちょっとあんまりいいシーン見せられなかったんですけど、まあ、レイヤー自体は、まあ、そんなに悪くはないと思います。まあ、改造仕方によってはね、結構強くなるとは思うんですけど、これ、なんだろう？ウェッジ？このウェッジドライバーは、あまりこのスクリュートライデントのレイヤーの特性を活かせてなかったんじゃないかなと思います。
あのね、ランダムレイヤーで当たった時、まあ、いろんな改造して試したんですけど、そんなね、弱いとは思わなかったんです。逆に強いなと思ったんですけど、なんかうまくね、持ち味を活かせませんでした。まあ、この特性をうまく活かせるシュートの仕方とか、まあ、改造があるんでしょうね、きっと。まあ、またですね、サブチャンネルの方で、まあ、いろんな改造試してみたいなと思います。ありがとうございました。